幸せすぎる箱が届きました。何かがこっちをちらりと見ています。水色のうさぎさんにとっては完璧に顔が見えています。開けます。パカパカ、うおー、なんということでしょう。初割れ動物の森のぬいぐるみ、そして人無人島無人無島に住む子たちが詰まっております。ちょっと待って、この開けた瞬間の幸福感半端なくないですか？あまりにも可愛いのでこちら開封していきたいと思います。やばい、机の上で撮影しようとしたけれど大きすぎて入りません友達ドールと比較するとこんな感じのサイズ感です。思ったよりもでかいな。拳2つ分だと思ったけどもうちょっとあるかもしれない。ちょっと画角変えます。はい、チームです。じゃじゃーん、こんな感じです。いや、あのさ、幸福感半端なくないですか？あと購入した住民さんのカラフルさが相まってすごく良い組み合わせだなって感じます。で、こちらは集まれ動物の森のオールスターコレクションぬいぐるみということで、任天堂ストアのオンラインやおもちゃ屋さん売り場などで売られている商品になります。で、つい先日こちらの第2弾が販売されて、ハムスケ、フランソワちゃん、そして社長がね追加されたんですよ。リリアンちゃんは確か第1弾の子なんですけれど、今回これを機に買ってしまいました。いや、もう本当に可愛くないですか？幸せな感じが半端ない。正直さ、ぬいぐるみってちょっと置く場所に困るから買うのを悩んだんだけれど、こんなにね、ジムジとジムとの住民さんおるなら買わざるを得ないやろと思ってポチっちゃったんですよね。いや、どうでしょう、このクオリティで。ちょっと一人一人ね、見た目をチェックしていきたいと思います。まずね、見て、ちょっと社長ね、少しね、糸がねほつれとったんですよ少しよだれが垂れとったんですけれど、まあ、これハサミで切っちゃって大丈夫かな。なんかたまにぬいぐるみのほつれとかってどうしても個体差あるからあると思うんだけれど、こういうの切るの不安になるよね。社長、手術失礼いたします。よし、無事完了しました。社長、すごいクオリティ高いんじゃないか。この極太メガネもフェルト生地で作られており、これも取るか、ちょまげ。よし、すべてから解放された社長。さらになんかさ、後ろの服のベルトとかもついてたりとか、このネクタイもしっかりとねフェルト生地で作られていたりとか、襟もあるんですよね。で、手がちまっと服の中からちゃんと出たり、このポケットやボタンもちゃんと書かれております。前髪がしっかりとさ、このモフモフでできているところもいいし、耳もねちょっと太めなんですよね。で、すごい、これはね文句なしのクオリティ。あ、お腹がもちょもちょします。ビーンズみたいなの入っててもちょもちょで、本当に可愛い。ちょっと嬉しい。夫愛もいいし、え、いい、君の瞳にラブフォーエバーぬいぐるみだとちょっと動画のこれからのジム代役やってもらってもいいかもしれないね。ちなみに今日の服はジェラピケのちょっと正気を失ったクマですこのクマすごいお気に入りで着ています。からの、じゃ次ハムスケ。なんかハムスケちょっとさ、あつ森で見るよりイケメンじゃない？すごいハンサムな見た目をしている。イケメンと並べてみる？いや、やっぱなんかハンサムだよハムスケ。そしてよく見ると社長と同じく頭にもよもよがついてる。あ、でも社長よりもボリュームはちょっと控えめで再現度が高いですね。おー、いやー、なんかボリュームがめっちゃある。ハムスケもお腹もちょもちょなんだけど、ひっくり返したらかわいそうか。こうしようか。いや、でもこれもちょっとフレンチ、どうやって紹介しよう。ぬいぐるみ紹介難しいね。尻尾とかもすごいちまっと三角でかわいい。これ服脱げるのかな？禁断のおめくりタイム。あ、ちゃんとお腹も真っ白だ。おわ、すごい作り込まれてる。あ、ごめんね、ハムスケちょっと。カメラの前で申し訳ないけれど確認したかったんですよ。いやー、いいね。いやー、いいねたまらんかわいい。ハムスケとピチューとか、こういったコラボレーションもできちゃうのか。これからそれはちょっとジム得すぎる、幸せすぎるんだけど、これとかたまらんかわいくないたくさんピカチュウのぬいぐるみを持っているので、その子と並べたいと思います。黄色のハムスケを。次がフランソワちゃん。え、フランソワちゃん再現度高ない？顔のバランスとかも割とゲームのまんまって感じで、友達ドールと並べる？じゃあ見てください、このサイズ感。いや、でかい、でかいけどしっかり
りとそのままの表情をね生かしていて、いや超いいクオリティですよ。服の水玉もいい。ちょっとだけ失礼します。お腹は真水色なんだね。失礼しました。ほっぺのちんまりしたところも縫われて作られているのも可愛いし、前髪もチロッとハムスケスタイルかな。これはで後ろには尻尾もねあります。もにょもにょ、いやめちゃくちゃ可愛いんですけど、耳もすごいしっかりしていてだいぶ硬いですね。おー色もいいよね。発色もいいで、からの同じウサギ住民のリリアンちゃん、あーリリアンちゃんと同じような触り心地かな。フランソワちゃんウサギさんだし、サイズも一緒かな。なぜかね公式ストアで売ってたらリリアンちゃんの方が若干安かったんだよね。第1弾の子の方が少しだけ値段安くてサイズ違うのかなと思ったけど、これは一緒ですね。全く同じサイズ感です。リリアンちゃんの方もお尻もちょもちょしてて、ちらりとねワンピースから尻尾が出るように切れ目が入っているところも細かいなって思います。いや本当に可愛くないですか。もうこの状態が幸せすぎる。どこに飾ろうかな。やっぱカーテンレールの上かな。ちょっとレールの上飾ってみます。じゃーん、カーテンレールの上に飾ってみました。結構良くないですか。ちなみにジムはカーテンは一部このブラインドにしてるんですけれど、黄色のブラインドのカーテンにこの子たちがすごい合ってるし、ギリギリハマりますね。少し遠目で見てもいい感じ。うわ顔をパッと開けたらこの子たちが迎え入れてくれる幸せの未来。いやこれ買ってよかった。本当に正直最初はすごい悩んでたんだけれど、買ってよかった一品となりました。カーテンレールの上のピカチュウたちがずらっと並ぶ中に混ぜ込んでみました。いやサイズ感がちょうど他の子たちと揃っていて、すごくいい並びが作ることができました。あとハムスケとか、あとリリアンちゃんの色とかもピカチュウに馴染んでいて、すごいいい、もうここにしようかなって思います。配置位置、いやめちゃくちゃ素敵な買い物ができて最高に幸せです。本当に可愛いぬいぐるみたち、みんなもぜひ購入を検討してみてください。いやもう抱きしめた時の幸福感がすごい半端ない。もう本当に今めっちゃ幸せということで、いかがでしたでしょうか。チームはこれからもあつ森のグッズ情報などお届けしていくので、チャンネル登録と評価ボタンのポチリをお願いします。チームは Twitter、Instagramもやっているので概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それではジムでした。バイバーイ。バイバーイ。